こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ラテンのクラーベを踏んでる時にどうやったらドラムソロできるようになりますかっていうコメントがあったので、僕がやった練習方法を、やっていきたいと思います。まずはですね、これシンコペーションブックでもいいんですけど、シンコペーションベーシックっていうのは、まあ著作権の問題もあって僕が、作り直したってやつなんですけど、シンコペーションブックって結構偏りがあるんで、それぞれのページで、僕が作ったやつも偏りわざと作ってます。最初は1から7の音符しか出てこないということですね。まず音符を全部1から15番と0までっていうことをやっていきたいと思いますね。ルールはですね、1つの音符を8回やります。そしたら1回お休みすると、半拍2拍分お休みするとクラブがひっくり返るので、ひっくり返って聞こえて、で最後もう1回8回ずつやるって形ですね。練習しますね。2番。そしたら今度エクササイズ1っていうのも、同じようにやっていきます。それでは、ベーシックの2番の音符からやっていきます。8、9、10、11ですね。1、2、3、9番、1、2、3、10番、1、2、3。
番、ワン、ツー、スリー。じゃあエクササイズ1番、ワン、ツー、スリー。まあ、2番、ワン、ツー、スリでは3番の音符やっていきたいます。12番の音符ですね。ワン、ツー、スリー。13番、ツー、スリー。せーの、スリー。15番、ワン、ツー、スリエクササイズ1番、ワン、ツー、スリー。2番、ワン、ツー、スリー。まあ、自分のやりやすいテンポでちょいちょいやってしまいましたけど、こんな感じで一個ずつ、要はその足いろんな組み合わせで、いや要はいろんな音符が、要は苦手な音符が出てくると足がつられてしまうってなるんですね。だからこうつられない全ての組み合わせを全部やっておけば、このように、まあ、上と下がこうここが一緒だなっていうことで覚えておけるじゃないですか。そうすると、まあ、頭にこうメロディーだけ浮かんでたら、そのメロディーのことだけ考えてると足がつられなくなってくるってことなんで、こういうエチュードをたくさんやる、これシンコペーションブックで全然、これできてからシンコペーションブックでやるとスラスラいけると思います。で、詰まるとこが多分自分の苦手なとこなんで、そういうところを練習していただければいいかなと思います。非常に大変な練習ですが、
一個ずつこうちょっとずつ練習していっていただけると、一緒に練習できるようにと思ってやったんですけど、ついついテンポ速くなってしまったりしてましたが、ご活用いただければと思います。シンコペーションベーシックの音符の読み方っていうのは、これはまあ今まではスイングしてたんですが、これは全部イーブンでやってます。なのでイーブンでのやり方の練習はまあこれでやるんですけど、基本的にはこのプリントを活用していただければと思いますので、シンコペーションベーシックの、ページの方も、メルマガの方にはお送りしますので、そちらの方活用していただければと思います。それでは今日は、最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。